ルドビコクアローには、イタリアの都市計画家、建築家、作家、大学教授、ローマ生まれ。時代の建築と都市計画の主問題について、数多くの出版物の中で深く提言しており、深刻かつ継続的に批判的レビューを受けている。私は、医師、外科医が継続的な実験をせずにかの分野で、どのように専門家になれるかを知りたい。都市主義者、 または建築家の場合は同じです。実験する機会がなければ、地域、地方自治体、または、州の機関のために働くために、何もできません。それどころか、すべてが純粋な言葉遣いに還元されます。ミラノ工科大学に進学、建築学科で学び、エンリコデルでビーオとーマルチェット・ピアセンティーニに指示。卒業の1934年で建築家として、 プロのライセンスを取得しながら、1939年まで、ローマ大学にて、ルイジ・ピッチナートやプリニオ・マルコーニラの助手を務める。その間、ファイサルと石膏のローマオーディトリアム、アプリリア計画、サベリオムラト通りと統一ローマの裁判所、議会宮殿を2番目で、優勝賞金獲得やローマの帝国、エウローパ E42、広場といった、 いくつかの国内及び国際設計協議に参加した。それは、専門家のグループが増やされる気でもある。その後、クアローニは出生し5年間インドで、保虜生活し、1946年に戻って深く、傷跡を残す。アフリカ的有機的建築を特徴とするブルーのゼビ、によって1945年に設立された教会の、パートナーとして、戦後、ファイサルとマリオリドルフィラと、 空港、ローマテルミニ駅のための設計協議に参加。その年、プロジェクト活動が強く、両方のコミットメントと勤坊でこのようなイナカーサとしてのモデル事業建設といった、いずれかで、エッセイやスピーチの生産を介して行う、政治的議論への参加によって特徴づけられる。クアローニの都市計画活動については、1930年代から50年代にかけては、 コンペナイシスタディに終始しており、一方で、建築設計や住宅地計画を中心に、実施計画を担当していた。特に公共住宅の供給活動の前身であるいな、健康保険基金の住宅開発として、1949年、ローマ市のティブルティーナ地区の事例や1951年、マテーラ市郊外の住宅地開発の事例がある。いずれの案もローコスト住宅であるものの、 全体の統一性、デッキ上のアプローチ、公共スペースなど工夫ある計画となっている。タイバティの日付、ローマで1947年、マリウリドルフと共にグループリーダーとして指揮し、イタリアの再建の象徴、後半なイタリア合理主義の現在の建築、新現実主義の最も重要な作品の中で、イタリアの近代的な運動をその地域的及び、母国的な意味合いを特徴づけた。 1947年から1951年に都市計画協会の副会長で、そのためいくつかの都市計画段階でのコミットメントを開発。イブレア、ローマ、ラベンナ、コルトーナとバーリー、1960年にメストレにあるサンジュリアーノのバレンチクのプロジェクトに参加した。1949年からイタリア都市計画協会ヌラツ修士部長と雑誌、 都市計画執行委員。1951年から1954年の間での活動は、郊外の周りアンリ・カサスの建設と、フリードリ・ヒジ・ーフリードマンの介入が率いる学者のグループの両方に関与し、マテーラ種の農家の村のために、ラ・マルテ・ラ・マルテラで参加した政治経験への絆が、1953年のコミュニティ運動の政治宣言で署名された。 アドリアーノ・オリベッティへの地域社会の第一歩となった。1956年に都市計画でオリベッティ賞を受賞した。1955年から1963年にかけて犬会長を務める。1957年から84年まで公共事業省からの委託事業で海外での活動にも参加。 1957年には、ローマ市の法定都市基本計画のスキームを、同市の技術委員会を通じて行い、同年ベネチアのマスタープラン策定に先立って、都市計画協議が行われ、産業地区、メストレの広域にわたる住宅地開発と交通網の整備を主張した。建築家や都市プランナーの仕事に加えて、その後、ナポリー、 フィレンツェで1957年から1964年に都市計画を教え、彼の教歴が最終的にローマに集約される。ローマでは大学教育に従事し1965年から1981年にかけて教鞭を取り、数世代の建築家と計画家を生み出した。マッシュミリアーノフクシーズの論文指導をしていた。1959年には、 ベネツヤ市近郊の海岸浅瀬地区の衛星都市コンペで自転車アクセスを容易にするクラスター上の地域区分や縁故上に大きく囲まれた施設コア、デッキ上の広場を持つ低層住宅地などを提案。1962年にラベンナ市近郊コンペや鳥野市の新業務センター地区開発のコンペに参加。新業務センターでは14本の高層旨を廃したンで一等となっている。 このコンペは、イタリア主要都市における、新業務地区開発の先駆けとなった。1965年にはフランスに渡り、パリ市の都市基本計画、近郊都市を含めた新しい都市構造の提案など、積極的に活動を展開。70年代前半に、アーティストや建築家のグループの一部ルドビココーロー、よって都市に新しい命を与えるために呼び出された。1972年、 ベリーズで地震によって破壊されたジベッリーナに建てられた母教会を再建設計。1977年から81年にかけて文化環境財最高委員会委員。1977年には雑誌パラメトロ1980年建築と都市の雑誌の編集委員を務める。1987年にローマで亡くなるアドリアーノ・オリベッティ財団は 相続人によって託された使命とドキュメンタリー遺産を活用するために、ルドビコクアローに基金が設けられ、アーカイブに保持。現在、カタログと基金は、図面、計画、写真、モデル、秘策材、対応、及び民間の紙を含むアーカイブアイテム数千を集めることによって、ローマの建築家という活動証明がなされ、そして豊富な資料や新聞ライブラリーに恵まれており、 すぐに学者や研究者が利用できるようになっている。ありがとうございます。